今日辛ラーメンを使ったチゲ鍋を作りたいと思います。材料はこんだけ入れます。白菜、ネギ、ちくわ、しいたけ、大根、もやしにシーフード、大根味が染みるまでに時間かかるからね。シーフード入れちゃおう。エビ、ムール貝、ホタテ、これ入ると美味しいよね。うん、すごく出汁が出て、はい、これにお水を足していきます。まだ麺も豆腐も入るんで、9割ぐらい。で少し量が減るまで煮ていきます。包丁の切れが悪くなってきたかな。
だいぶ量が減ってきたね。これ辛ラーメンのスープを1人前入れちゃいます。さあどんな味になるか楽しみだけど、多分ね1人前だからね味が薄いと思うんだよね。それなんで辛ラーメンのラーメンのスープベースにカツオとか鶏とかいろんな出汁を混ぜて海鮮チゲ鍋にしたいと思います。麺はね最後に入れる。大根もちょっと煮えるまで時間かかると思うんだよね。さあどんなもんかな。あーちょっと味が薄いかな。ね、あ辛い。一個でも。あ辛い。これは辛い。え一人前入れるだけでこんなに辛いんだ。家族食べれるかな。何入れよう。顎にしようか。イワシの出汁がいい。焼き揚げ。今日海鮮だからね。よし、お豆腐も準備しよう。うん、美味しくなってきた。イワシのね、いい子だし。辛ラーメンってこんなに辛いんだ。こんなに大きいねお鍋で一人前入れるだけで辛くって食べれないぐらいだからびっくりしちゃうよね。二人前は注意した方がいいですよ。あーいりこだしが美味しい。顎もいいけど、よく韓国のね海鮮チゲって煮干しの出汁をいっぱい使うんだよね。ここにラーメンともやしが入ると思うかな。でも入りそうだね。よし、はい、これであとは麺が入るだけ。少し食べたらねお餅入れても美味しいと思うんだよね。うん、ご飯でもいいし。今日はちょっと色は薄いけど辛さは十分なんでコチュジャンを入れるにやめます。もう少し入れちゃおうか。ちょっとね、いろんな出汁が出てきたら辛さがね薄まったかな。うん、少しキムチ出しちゃう。もうこんだけだから。こんだけだからね、そんなに辛くないと思う。ちょっと気持ちっぽさが足されていいんじゃないかな。
あ、キムチの味になってきた。うん、いいね、おいしいおいしい。あとは麺入れるだけ。